ご覧の皆様こんにちは、こんばんは、りゅうちゃんです。今日は大須商店街の水曜日のアイスで買ってきた商品を紹介します。それがこちら。では一つずつ紹介しましょう。まず一つ目、アイスのフォーチュンクッキー。いいの？いいよ。カラフルなクッキーが5つ出てきました。この中の1つを開けてみましょう。はい、何色にしますか？え、一番オーソドックスなその色。はい、じゃあこれ1個開けてみましょう。え、すごい。あのフォーチュンクッキーっていうのは本当にクッキーの中におみくじが入ってるんですよ。よいしょ。あの森のゲームで見たことある方。ではリオちゃんのおみくじの結果です。じゃじゃん。成功を収めることができます。ただし一時的なものなのでうぬぼれ注意。水曜日のアリスのお店にあの鍵穴があるんですけど、そこから覗いているチェシャ猫の絵が書いてありますね。ママも一つ選んでみましょう。じゃあママこれ。そう、ママ一番気になってたこのどす黒い真っ黒なクッキー。これはな、一体何が入ってるんだろう。これママが選んだクッキーの中身は何かな。開けてみたい。ほい、じゃあこれ取って取って。ほい。はい。あ、絵が違う。アリスと白ウサギだ。競争心が高まります。スポーツを楽しむのにぴったり。どういうことですね。あ、運動しろっていうことですかね。二つ目。メレンゲアイスクリーム。こちらですね。このソフトクリームの部分がすべてメレンゲで、で、ここが普通のコーンですね。こんな、手のひらと比べてこんなでっかいメレンゲのお菓子が出てました。これ新商品みたいですね。私初めて見ました。筒型の箱もかわいいですね。鍵かわいい。ね、かわいいね。そしてこちらが色違いのブルーです。3つ目、ドロワーボックス。3段の引き出しのついているボックスで、それぞれにお菓子が入っているみたいなので、ちょっとどんなお菓子が入っているのか見てみましょう。では1番目を見てみましょう。オープン。ロ、何が入ってた？何これ、金のチョコレートか。チョコレート？チョコレートかなんか入ってたみたい。二段目をこう。形は違う？形は違うけどさ、あれだな、ボールのチョコ。ボールのチョコ。おお、本当だ。三段目をこう。またなんかちびっこいけど同じのが出てきた。お、それは麦チョコじゃないか？ママ好きだ。うえ。ん？あ、ちしゃ猫。ちしゃ猫。はい、ということで1段目がこの金色の個包装のチョコ、2段目がこのチョコボールみたいなチョコですね。3段目が麦チョコ入ってました。で、このね、ドロワーボックスのデザインがすごい可愛いんですよ。ちょっとね、シックな感じのこういったデザインになってますね。で、ここ金こびの取っ手がついていて、で、1段目が白うさぎ、2段目がマットハッター、3段目がチェシャネコですね。で、これなんとね、まあ手の込んだ、ここにアリスオンウェンズデー、水曜日のアリスって書いてあるんですよね。アリスオンウェンズデー。で、この中にもここに書かれたキャラクターに由来するワンポイントのデザインがね、あります。これ白ウサギなんで、懐中時計ですね。
で、マッドハッターの段は、うわーすごい、マッドハッターの段はここトランプになってる。うわ、手の込んだいいデザインですね。で、マッドハッターなんで帽子が描かれてますね。3段目チシャネコは中にドドンとチシャネコの顔が描いてあって、周りは、あ、ここはアリス・オン・ウェンズデーなんだね。なるほど。これ食べ終わった後もね、小物入れとして使えるからいいですよね。6目、食べれるトランプ。じゃあ早速中身1個見てみようか。箱のデザインも超可愛いですね、これ。食べれるトランプ、中身がこちらですね。あの、昔にリオが動画撮った食べれるトランプ、トランプ食べてみたっていうね、動画があると思うんですけど、それのアリス・オン・ウェンズデーバージョンですね。すっごいデザインが可愛い。で、これは裏もちゃんと印刷がされてますね。ちょっとこれもったいないけど、中身見てみよう。一体何のトランプが入っているのか気になるね。中身トランプ見てみましょう。まずハートのエース、アリスです。ダイヤの3。この卵みたいなの何だったっけ？あの、なんだっけ？あの、双子のなんとかっていうやつだったかな。スペードの6。これすごいね、トランプ兵が、あの、バラをね、塗り替えてるところですね。いや、可愛すぎる。クラブのエース入ってました。アリス・オン・ウィンズですね。AW が入ってます。あの、AW といっても沖縄の有名なハンバーガー屋さんじゃないんですよ。そして、ジョーカーが入ってました。ホワイトラビットです。めちゃめちゃ可愛いね、これ。で、もう一個ジョーカー。で、チェシャーキャット。チェシャー猫ですね。入ってました。いや、これ可愛すぎて食べれないでしょ。もったいなー。最後。5つ目、ヘアピンシリーズ。今回は3つ買ってきました。はい、まず1つ目、こちらのスカイブルーのリボンがついているワニクリですね。ワニクリップのピンです。でね、これね、ここにパールがついていて、ここに宝石、そしてここにハートのキーがついています。めちゃくちゃ可愛いね。2つ目はこちらのピンクのリボンのアリスのワニピンですね。これもね、ハートの鍵がついてます。でね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、淡いピンク色のドレスを着たアリスがここにいるんですね。そして3つ目、こちらもアリスがついた赤いリボンのピンですね。今回買ってきた商品は以上です。この中でりゅうちゃんが一番好きなやつはこれです。はい、やっぱりこういう遊び心のあるお菓子が人気でしたね。ということで、水曜日のアリス商品紹介でした。皆さんもぜひ欲しいな、かわいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をしてください。ではりょうちゃんでした。りょうちゃんがお送りしました。またね、アジュー。知りおきよアニメ論争がお願いします。チャンネル登録。